そう、腰をそっからまずスキーを下向けて、そっから外腰、そう、お、今よかったぞ、オッケー。少し体が回りやすいからおへそを下の方、谷の方に向けるようにね。うん、ちょっと慌てちゃうんだよな。ターンが完全に終わってゆっくりでいいから、ターンが完全に終わってから次の切り替えに入るといいな。みんな早すぎちゃう、コーチの倍のスピードで来ちゃってるよ。うん、やっぱちょっと早く降りてきすぎ、もうちょっとゆっくり、もうスピードを緩めるためにはずらしてもいいよって言ったように、しっかりスピードコントロールも大事だからね。彼も早すぎ、うん、やっぱちょっと早すぎだな。あのスピードやっぱコントロールをしっかりしようよ、じゃないと今のやってる運動が全部おろそかになっちゃうんで。うん、あの曲がらないからって勢いをつけるんじゃなくて、スピードを出さなくても勢いでなくても曲げるような練習なんで、しっかり外側の腰をしっかり沈めるような意識をしないと、足首、膝、股関節が同じようにバランスよく曲がって、外側の脚が曲げ伸ばしがしっかりできるようにするといいです。うん、まあ、ちょっと雪がぐさぐさで難しいんだけども、その中で練習するのがすごく大事。